林哲司さんデビュー50周年おめでとうございます。中川翔子アンドヒャダイントライブです。これ嬉しい、トライブになれた。そう、ひどりトライブいや、ほんと今回最高に幸せでした。はい、林哲司さん以前ラジオでご一緒した時に、なんとうちの父の中川克彦が何曲も書いていただいていて、でその当時のことよく覚えててくださってて、レコードを飾ってあったものを持ってきてくださって、もうそれで泣いちゃって、うん、林さんから、うん、いつか僕の曲歌ってくださいねって手紙までくださったっていうことがあって、ずっといつも叶ったらいいなって思ってたので、うんうん、今回のお話本当にありがとうございます。叶いましたね。叶いました。夢って叶うんだ、ね、しかもそうそうたる世界の中にお邪魔して、ちょっとラインナップがやばいですよね。やばいですね。中森明菜様がいらっしゃる、いらっしゃる、いい、まさか同じアルバムに入れる世界線が来るとは思わなかったね。よかった、生きててよかった。矢田さんもさすが、もう本当に仲良しっていうこともあるので、そうね、もう多分レコーディングでいうと人生最短記録、うん、まあね、それ以外のおしゃべりの時間の方が長かった。長かったねいやもうね、やっぱ互いに分かってるんですよ、どうすればいいかっていうのがね。そうそうそう、今回の意図がね、私もね今回アレンジいろいろ考えたんですよ。あの今っぽくするとか新しい要素入れるとか考えたんですけど、私ったら本当にもう切っての原作中、原作よりキーを上げただけっていういやでももうやっぱりそのアレンジ、うん、林さんのこの作曲アレンジがこの音色、そうそう、後ろで流れてるここっていうのが全部出汁となり、うん、具でありだから、それを全て拾って、だからインストだけでずっとご飯食べられるんですよ、うん、でも心の中では歌ってもう時も超えられるし、うんうん、そういう女性像だったり男性像にもなれるんだなって今回思いました、ね、あとやっぱ林さんのメロディーって今歌ってもやっぱり綺麗だよね。おしゃれだ、おしゃれ、もう運転したくなる本当あと夜が見えるし光も見えるし、見える、歌詞もいいしね。ガラスのパームツリーっていうタイトルが2番の B でやっとくるっていう、やっとくるっていうこの回収感あと長いイントロ、イントロ好き、ね、好き、イントロ大好き。30秒だと今の曲だと下手しサビいくよ。そうですよ ね、こういう憧れ理想、大人、うん、大人の余裕みたいなものが全部詰まった曲を、ね、こんなにまた美味しくお料理したヒャダさん、さすがすぎる、愛が爆発してる、そしてやっぱその分かり手としてそれをちゃんと表現していただいた、なんか中川さんらしさもありつつ、ちょっとその 80s の歌い方っていうか、ちょっとその抑えめの哀愁を入れていただいたのがまたやっぱ分かり手としてすごいなできてるでしょうか。でも本当にあの首都高を運転するときはやっぱシティポップが好きなので、うん、林さんの楽曲ばっかり聴いてるんですよ本当に。分かる。だからそういう日々の積み重ね、うん、見えないものが、なるほど、いろいろでもその見えないいろんな、うん、でも全部それは愛ですので、うん、ね、詰まってるものができてたらいいなと思います。なんで我々の愛をギュッと込めた、ガラスのパームツリーカバーバージョンとなっておりますので、はい、ぜひね皆さん聞いていただきたいですね。すいませんでした。林さん大好きです、ね、またぜひ呼んでください、はい、いろんなものに100周年目指してこれからも、いや本当ですよね、地球が回る限りずっとずっと活躍していただきたいと願っています、うん、はい、ぜひ次は一緒に曲作って中川さんに新曲として、いやー、でも夢って言ってたら叶うかもしれないから、そう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 、ちょっと今日からの大きな夢ですそれが、うん、ぜひぜひ、はい、林さん聞いてますか、聞いてますか、よろしくお願いします、お願いします。